中店の煮込みしかない藤井屋で夢を語った10杯の泡に弾けた約束は田村です。今日はですね、どうにもない土壌料理です。いや、まあ、ないって言ってもあるんですけども、これが、カツオのたたき、高知県が有名ですよね。まあ、これ夫婦の下心なんですけど、まあ、下関の有名な料理です。まあ、あとはもう、これは、下関府のハワイ行きのせい。まあ、我々のところの醤油料理と、京都料理でもないと思うんですけど、とりあえずいただいていきましょう。いただきます。さあ、じゃあまずはカツオから。初カツオですね。さあ、どんなお味か。香ばしさと赤身のうまさとこのポン酢の香り一体になってすごく美味しいです。で、米はさっこくない。豆の香りがね、ワーンと立つんですよ。で、皮付きにポン酢をかけます。では、行ってみましょう。気のせい。すんごくめっちゃうまい。では、フグの塩をこします。皮はパリンとしてるんですけど、真ん中どうぞ。クリーミー。あ、わかわしい匂い。まあ、おいしい。うまいな。
ね。昨日まで東京に行ってました。皆さんですが、これ今回4回目になります。私とも失敗しました。全然治らないんですよ。まだね、出世が高いしさ、もうこのままでいいかなと思ってたりもするんですけどね。最初からやっぱ今回飲めちゃうなっていう雰囲気はありましたよ。だけどまあ部屋作やって未来と分かりませんので、今回ねとチャレンジしたわけなんですけども、
ダメも食べてたんですけど、何をしたのかな、焼き肉うまかったです。ほんとにあれ、ここなんかも牛の肉なんですけども、すんごいうまいですよね。やっぱ東京違うなと思いますよ。染み込む。舌は舌より短いんですけど、味は十分に分かります。東京と関西っていうのは新幹線に乗ればあっという間ですね。この間は
これおい、ふうさふうさって食べてるよ。毒吐いてたらもうやばいよね。うまいのはうまい。本当に、夫婦は鉄砲とか言われてて、朝と死ぬからと言うて、昔からね、言われてたらいいですよ。これ夫婦はったら、完璧やばいです。やばいです。夫婦の毒に当たったら土に埋めろって言われてたらしいですね。首から下全部埋めちゃって本当に殴るって、どういう毒なんだろうかよく分からんのですけど、強い人とトマトが美味しくなってきて知るんですよね。これ大好きなんですよ。なんですまたあとどこかに行くんですけど、そこで一緒にさが最終的な判断を下してもうダメなのか、そこまで行かないしょうがないのか、それとも全身麻酔で
肛門伸びきって気管切開して無理無理この声帯に軟骨とか出る出場するかもしれないって言ってたんですけど、それ嫌だな。全身麻酔きれいんですよね。そうなんだろう、もうしたのかな。ちょっと家庭性とかリザーズでで、必ずどこかが痛いんですよね。麻酔さんだとか、すごくきついですね。精細麻痺してるんですけど、ダブルショックですよね。どっちか一つにしてほしいんですけど、バイバイ。